駅培うもとは、中華民国の政治家、文芸家、教育者。北京政府で、教育総長、国民政府で、農耕部長を務めた。また、故宮博物院院長として、文物を管理、保護した人物としても知られる。字は、虎山。号は鹿山。武漢の家庭に生まれる。16歳の時、父が、冤罪により収監されると、 駅培うもとは自ら弁護の文章を書いて、地方官に提出する。それを評価されて、父は釈放され、駅培うはじめ自身も文章で名声をなすこととなった。その後、湖北省に赴いて、湖北方言学堂に入学し、この時、超公的と同学となった。卒業後、日本に留学して、学問の習得を続けた。また、この時に、 中国同盟会に加入している。帰国後の1913年に、古内高等師範学堂で国分教員となる。翌年、調査師範古南省立第一師範学校において教員となった。この時、毛沢東、殿管が駅の教え子となっている。1920年、古南省立第一師範学校校長に就任し、 合わせて湖南省図書館館長も務めた。1918年、湖南特軍、長高市業の統治に反対して、かけるばり運動の指導者の一人となる。翌年、駅土川元は、共振、商業界の代表に推薦された。また、公認の湖南特軍誕生の下で、教育事業の刷新に努めている。1921年、湖南省の統治権をめぐって、 単調の戦が起きると、駅培うもとは単を支持し、将軍総司令部秘書長に任じられた。しかし翌年、戦いは実質的に、超公敵の勝利に終わり、駅は単に随従して、甲州に逃れる。孫文の大元水府において、駅は顧門、中石公前権代表に任じられ、甲州に駐在した。この時に、駅は、古官民や王朝名と、政治、 文芸にわたる幅広い交流を行っている。1924年、孫文の命により、駅培うもとは北京入りし、10月の北京政変後には、寄付内閣で教育総長を務めた。しかし、段基随が臨時失勢に就任すると、駅も総長を辞任している。その後は、新出前後委員会委員として、呼吸の接収と文物の調査を行う。 翌年に呼吸博物院が成立すると、駅は理事の一人となった。1925年3月、駅培うもとと、表自優は北京で国民党同志クラブを組織した。同年8月、段気随と教育総長、小師匠が学生でも鎮圧のために、北京女子師範大学への解散命令を発すると、駅と表は反対運動を繰り広げた。結局、 11月に章は教育総長辞任に追い込まれ、駅が公認の教育総長兼北京女子師範大学校長となった。駅は学生との融和や教育事業の刷新に取り組み、平穏を取り戻した。しかし、翌年3月、段気髄によるデモ鎮圧が発生する。この際に駅は共産党との通謀、デモ教唆の罪を問われたため、故郷へ逃れた。 1927年4月の上海クーデター後に、駅培うもとは、上海に向かい、労働大学校長に任命された。この時、駅は路人を教官として招聘している。翌年1月、国民党中央政治会議員権、外交委員会委員に任じられた。さらに北伐完了後には、故宮博物院委員長も兼任している。10月には、 中華民国行政院農工部長も兼ね、1930年11月の交渉部との合併による実業部成立まで、その任にあった。実業部成立後に、国立北平市販大学校長に任せられた。しかし翌年に辞任し、故宮博物院委員長の専任となる。満州事変勃発後の1932年、駅土川元は、 故宮博物院の文物を南京、上海に移転する計画を実施し、翌年5月までにこれを完了させている。ところが、この際に文物の横領、左手があったとの疑いが持ち上がり、駅自身も捜査の対象となった。そのため10月に故宮博物院院長を辞任し、天津の日本疎開を経由して上海に移り、隠居せざるを得なくなる。 その後も、疑惑への追及は続き、駅培うもとは1937年9月に、失意と憤怒の中で病没した。去年58。駅は正居の際に、国民政府宛に無実を主張する文を送っており、小高市久志らのように駅の無実を信じる者も多かった。しかしその後、この件につき、捜査は行われなかった。また、 関与した人物たちも様々な証言を行っていることから、駅がそもそも犯罪に関与していたのかも含め、実態は依然として、不詳のままである。ありがとうございます。